浅田健君がいるはずだったんですけども、ちょっと体調不良により、でも彼は今年頑張りましたよ、ね、あの例年よりは体調不良があんまりなかったんじゃないかと思います。そんなこんなもありながら、ライブを続けてます。来年は33周年になります。結成した時に、すごく自由なバンドをやりたいと思ってました。あんまりそのカチカチとしたバンドじゃなくて、でもそういうことを言ってもなかなかみんなよく分からなくて、自分でもよく分からなくて、分からないままに32年やってきたんですけども、やっと分かってきましたね。ああ、こういう形でバンドをやりたかったんだな。いろんなことがあって、生活のいろんなもろもろがあって、その中で時にはやれるメンバーで1人が欠けて2人が欠けて、そういうことがあってもライブをやろう、そんなバンドをやりたかったんだなと今になって思います。しかも今年はすごい体験をしました。リーダーの私がいないライブっていうのもあったりして、そんなことも今年はありましたけどね。くんちゃんですからね。くんちゃんライブって何かあるんですよ。活躍しました。あのね、司会をやってくれた方もね、そんな風に、まあいろんなことがあるけども、いろんなことがあって、それも全てバンド活動、全てライブ、そんなバンドをやりたかったんだなぁと32年経って今分かりました。で、今年は、さっきも話の中でいろいろ出てきたんですけども、まあコロナ禍の世の中になって、もう3年目になって、3年ぶりの再会が今年は随分あったな、そんな再会をされたっていう人話も聞きましたので、次にはこの歌を歌いたいと思います。私たちも今年3年ぶりの再会がありました。そんな再会を歌った歌です。最強の再会、再会こそが最強だ。ワン、ツー、サン、ワン、ツThank you.
来年も再会が続きますように。